はいちょっと今日は声がガラガラなんか喉が乾燥してガラっちゃうのでマスクして配信しますまあノーメイクなんですけど <laughs> でも全然元気えっとあ間違った 寒い皆さん質問は考えていただけましたでしょうか り寝起きみたいな顔しとる今日なんでいっぱい寝たからかなこれさツイッターに書いてる人が多いかなでもツイッターはねタグ書いてくれてる人が多いんだよね 質問はコメント欄に書いてもらおうかなって思ってるんですけど、OK? それでも。まあまあ、普通の、普通のあれですよ、雑談とほぼ変わんないですよ。 はいなんでなんかこうえっとじゃあ35分からやりますねそれまではちょっと雑談というか肩慣らし井上大さんぬい「ぐるみありが井上光大さん熊のぬいぐるみ,あり,ぐるみありがとう」「ルーム」の名前決まってない「ルーム」ってか「ルーム」の名前じゃなくて「 毎日配信のタグを考えたいなと思ってて言ったんですけどあまだあと1歩ある。 三十五分からね質問コーナーしたいと思います。三十五分になったらバババッと書いてくれれば。あと十秒。 はい。三十五分になりました。質問コーナー開始。めっちゃゆるいゆるい。ゆるいゆるい質問コーナーですね。はい。さあ、まず時間です。はい、そうです。時間です。時間になりました。<coughs> チェリちゃんがしてみたい公演はあ、してみたいというか、もうやったことあるんですけど、あのー、最終ベルが鳴る公演がもう一回したいです。あの公演めっちゃ楽しかった。こんにちは。チェリちゃんがめでたいメンバーええー、迷うなみるんちゃんもめでたいし、あとね、いぶきも可愛くて、めでたいメンバー、あと、 かえちゃんも可愛い <laughs> カかえでちゃんあっちょ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 早いえっ、ー、とツ美かんと会ってるえー、こないだ配信したよ一緒にあこないだっていうか去年だけど12月25日にそれからはまだ会ってないわあこんにちは <laughs> 誘惑のガーター再演はよってもうできないでしょあれはだってほぼメンバーいないじゃん残ってるの数人しかいないよだってもう最近嬉しかったことえな、ー、んだろう最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと わーなんだろうあー大吉が出たこと <laughs> おみくじで大吉引いたことですかねあ、でコメントが意外と流れるの早くて追いつけんせいちゃん細いけど食事とか調整してるのいやあの好きな時間に好きなだけ食べてます <laughs> でフ今日の夜ご飯のメニュー何しよっかなって考えてる今。 フリー質問、振り入れや歌詞覚えるのってどのくらい時間かかるのえっ、ー、と、振り入れは結構踊ったことないやつとかだと1時間以上はかかります。まあ私の場合ね、私はギリギリじゃないとやらない人なんですけど、まあ難しい、難しさにもよるけどね、その時の曲の難しさ。踊ったことあるやつは30分とかで終わる。 でも立ち位置とかも立ち位置まあ歌詞はずっと聴いとけば覚えてくるんやけどあの立ち位置が0.75とか2.25とかめっちゃあの細かいからそれをなんかこうサビはこの番号でとか覚えるのがめっちゃ大変ですはいちょっとすごいあすんごいコメント流れなるてる <laughs> でもマスクしたらねこの前髪しか動かんから嫌なんだよねちょうど眉毛がさ 薄いところがちょっと待ってね意外とみんな考えてくれてるね4期5期だってもうお姉さん多いからガーターできるいやそういう問題じゃないよお姉さんが多いからできるとかじゃなくてもう振りをさ覚えてるメンバーが少人数なわけじゃん今からまた覚えるってな,なるとめっちゃ大変だし あれはもう伝説の公園ってことでみんなの心の中にしまっておいてください分からんよいつかもしかしたらまたねやるかもしんないかもしれないけどあのメンバーでやったのは最後ってことで難しいダンスって人によって違うものですかうん違うよ こんんんんななに刻んでるんだねうん、そうそんか立ち位置によってなんか前ら辺のとかは前ら辺の立ち位置あと1番とか2番とかオンナンバーが多いんだけど後ろらへんになってくるともうなんか0.50.5とかさ取られてるからほぼ0.75とかさ0.8とかあるよ0.8って何どこみたいな <laughs> 多い。 違うマスクはあの今日ちょっとなんか声がガラガラしてるからつけてるだけあとノーメイクっていうのもあるからつけてるだけですあの風邪じゃないですめっちゃ元気風邪だったらこんな元気にしゃべれないと思いますはあ <laughs> 個人的にやってみたいこあーそれさっきの話だね個人的にやってみたい公演はあれですやったことあるんですけど最終ベルが鳴る公演をもう一回やりたいです最終ベルの好きな曲えー ちょっとそれは迷いどころありすぎてでも私が一番好きなのはやっぱりあれかな回遊魚のキャパシティかなあでもシャム猫もいいよねあのアンコール一発目で出てくる感じあれ好きよ <laughs> <laughs> ショールームのアバターは作らないいや作りたいけどなんかそういうイベントがないと作れないって聞いた。 作りたいんだけどなんかそういういイベントがあるじゃんなんなかこう配信してたら作れるよみたいなそのイベントが来てほしいんだけど、まあ、毎日やってたら来るでしょどっかしらで <laughs> っていう考え <laughs> えーっと「これだったら何倍でもご飯食べられるご飯のお供えっと納豆」 あ、でも何杯でも食べれるやったら違う。何杯でもご飯食べられるは唐揚げかな。唐揚げ。あ、でも卵焼きでも何杯でもいけるかも。単純。<laughs> 単純ってか質素。<laughs> 日本の料理好き。卵焼きとお味噌汁があったらご飯いくらでもいけるよ。 ママの唐揚げが一番おいしい唐揚げやった唐揚げって一回なんかすんごいめっちゃ食べる時期あって唐揚げがご飯で出た時あご飯ってかうんおかずで出た時にご飯3杯食べたそれぐらい白ご飯も好きやし唐揚げも好き唐揚げ何個食べれるえ物によるってか お店とかにもよるでお母さんの唐揚げは10個以上食べる絶対にシェリちゃんの兄弟はアイドルにはならないのあのね私とあの妹妹いるんですけど2歳離れた2歳離れた妹はあの私と全然性格がもう正反対あの私服のあれとかも系統 なんか妹はもうカジュアル系というかかっこいいなんか大人の女性って感じ <laughs> 私もそんな,なんか別にガーリー系じゃないけど基本私長めのスカートとか履くじゃんワンピースとかでももう妹はスカートとか全く履かなくて大体デニムとシャツみたいな T シャツみたいなそうです。妹は結構サバサバ系なんで。 制覇体なんでなんかそういうのには多分興味ないと思いますアイドルとかそう <coughs> めっちゃ食べるよ食べる時期と食べない時期があるんだよねめっちゃ激しいそれが差がえ本当にマジで本当にみんなに食べてほしいおいしいんだよ唐揚げお母さんの 顔は似てないと思うけどなんか昔は似てるって言われてた今は別になんかめちゃ似てるねとかは言われないにんにくが効いてそうにんにくが効いてるのよでもなんかめちゃめちゃにんにくかって言われたらそうじゃなくてなんか風味いやもう本当に一回食べてほしいあのね皮のパリパリ感がもうめちゃめちゃ最高に美味しいのよ 唐揚げ食べたくなってきた。ああ。あんが大食いなのに、太らないのはなぜ、多分ね、あのー。あ、なに。親譲りだと思います。お父さんが結構細い方。で、私、お父さんになんですよね、めっちゃ。だから。似たんだと思います。<laughs> ザライブのリーヌの歌が好きで関心を持ちました。えー、何の曲だろう。どっちどっち。波音のオルゴールですか。違うかな。<laughs> 代謝がいいのか、え、代謝。まあ、悪くないけど。 別にめちゃめちゃいいかって言われたらそうでもないと思うけどないい遺、ね、伝そうなんかいいとこだけもらった感じ <laughs> <laughs> 劇場で販売してせリちゃんあっせりちゃん母の唐揚げって <laughs> いや本当にみんなあのさなんかあのー、何 公演が終わった後にさ、お酒飲めるじゃんロビーであれとあれのおつまみとしてさ私のお母さんの唐揚げ出してほしいよねでも多分ね人が作るとまたちょっと味が違うと思うんだそのレシピは一緒に一緒とはいえなんかねなんかねちょっと違うと思うんだやっぱり全般 ってこととは波音ののオルルゴーかかかなの時かなどんどん声が出るようになってきてえー自分だとなんか全然そういうの感じなかったけど聞いてる人だとやっぱ分かるねハーチとどっちの声でしょう動がいや私ねいつかそれ本当に出したいなと思っててハー,チハーチとこの声は似てないけどなんかめっちゃテンションがあのテンションがっていうかに叫ぶ時大きい声で叫ぶ時。 なんとかじゃんとか言う時がめっちゃ似てるらしくて <laughs> でハーチのあのモノマネってかできそう声張り上げないとだけど <laughs> じゃあお母さんにロビーに来てあげてもらう <laughs> お母さんがロビーで働きますって <laughs> えめっちゃ似てた今の嘘私今のは似てないと思ったんやけどハーチってハーちゃんハーちゃんそうハーちゃんテンション高い時マジハナちゃんに似てるいやめっちゃ言われるなんかね多分ね舌足らずな喋り方が似てるんだと思うちょっとなんだろうなんか私の喋り方って舌足らずな喋り方なんですってこうなんかちょっと子供っぽい だから多分ハーチも多分んたったらずな喋り方だからちょっと似てる「やだやだやだー似たあそう「やだやだやだめっちゃあのー、真似できる <laughs> これ即興でできるハーチのものまね「<laughs> やだやだやだー <laughs> <coughs> めっちゃハーチの話になっとる。 今日誕生日で二十四歳になりました。おめでとうございます。すごい。私と同い年だね。じゃ、あ、え、今日。あれ。早、早生まれになるんだっけ。あれ、どっちだっけ。私、今年で二十四なんですけど。どう、どう。ちょっとわかんないや。<laughs> そうまあもうほぼなんか雑談ですねこれは質問 <laughs> コーナーというより2回目の年女なんて信じられないえ二2回目なんや1回目記憶ないかも <laughs> てかそういうのあんまり考えたことなかったかもえ <coughs> 1回目は12歳からねあー12歳何やってたんやろ小学校6年生18歳で止まってる私もう来年来年じゃないや今年24歳になります4月で。 早いびっくり <coughs> めんちゃんこ好き福岡行くと必ず食べます食べたことありますかいやないですなんかお店は見たことあるけど何度も何度もでも見たあみ食べたことないですめんちゃん そう、牛年です <laughs> お酒飲む時とか買う時って年齢確認まだされるいやどうなんだろう最近そういうのないからなお酒買うことがないから <laughs> 場所によるって感じじゃない コンビニとかだと確認されやすいかもセリーヌって由来あるのいやー由来とかは特にない何にしよっかなーって考えてた時にその。 えどうやっってて決ままたのかかもなななんんんいだだにあんまり覚えてないんだよねなんでセリーヌになったのかなんかおしゃれにしたいよねっていう話をしてて家族とかとでまあブランドにセリーヌっていうブランドがあってなんかすごいおしゃれだなって思ったんじゃないかな確かいやわかんないちょっとほらその時ブランドとかもよく知らなかったからな どういうお話でなったのかちょっと覚えてないやあ一郎ちゃんくまのぬいぐるみありがくま一郎ちゃんくまのぬいぐるみありがとうありがくま <laughs> そう誰もセリーヌとは言えないセリちゃんとかリーヌとかまあ別にいいんですけどね私もだって そっちの方がいいしなんかセリーヌって呼ばれると逆になんかこうもう振り向かなくなっちゃった <laughs> リーヌーとかセリちゃんとかが多いからねえ見かけないよねまあまあまあセリちゃんとかの方が私は好き呼ばれるの。 セリーヌっっててて恥ずかしくて呼べんってなんでよ <laughs> 公式ニックネームやぞ。まあでもなんかこう「初めまして」じゃないけどなんかこう久しぶり久しぶりっていうかあんまり握手とか来たことなくてオンラインで初めて来た人とかはあとあんまり会えない人とかはまあセリーヌって呼んでる人が多いかなって感じイメージ。なんか公園とかとで あのー、よく来てくれる人握手とかに来てくれる人はせりちゃんとかが多いリーヌもあんまりそんなまあまあまあなんかこう他の推しの人からはリーヌって呼ばれてるイメージかな私の中では。大体いいもうああいっぱい会った人とか。 まあずっといてくれてる人応援してくれてる人とかはせりちゃん呼びに変わった気がするそうねいやモリポはまど、あ、ちゃんのモリポはメンバーしか呼んでない気がするだってファンの人からしたらまどかはまどかじゃんモリポって呼んでるのはメンバーしかいないメンバーってかメンバーとか衣装さんとかしかいないと思うな あ,ーまあちゃんとかねまどかのまどちゃんまー、あ、ちゃんまどちゃんまー、あ、ちゃんは結構昔の人じゃない昔から知ってる人じゃないだって今もうまどちゃんじゃない大体の人がまどちゃんまどかねだからまーちゃん呼びしてる人は結構昔から推してる人だよねじゃあ私と旦那森ぽ呼びだからメンバーだわって <laughs> メンバーじゃんメンバーの一員じゃん <laughs> あー推しの呼びが映るあるある確かにそういうのはありそうだね会長と呼んでます <laughs> 会長会長すごいねまだ30分ぐらいしか話してないのでもう1,800人も見に来てくれてる嬉しいこんな雑,雑談っていうか本当は質問コーナーなんですけどなんかもうほぼ雑談に近いまあこうなることは予想してたんですけどね <laughs> こんにちは リヌタンはマリリを思い出すああ確かに今でもそうですよリヌタンマリリは今でもリヌタン呼びあ <coughs> <coughs> ーにゃはしげちゃんじゃないしげちゃん アーニャって呼んでる人いるの逆にあのファンの人でファンの方で大体みんなもうしげちゃんねしげしげちゃん村重じゃないしげちゃんよぶしげちゃんを呼ぶ時はまあコールの時とかはあーんなとかやけど大体みんなしげちゃんやね 最初の頃最初の頃ってかまあみんながしげちゃんって呼び出し初めの頃はまだアーニャって呼んでたけどもうだいたいしげちゃんって呼ぶようになったかな。 えっとせり様さ,さんくまのぬいぐるみありがとうがとうすごいもう名前の名前とかニックネームの話で盛り上がってるみんなが。 <laughs> 初見ですこんばんばはなんか今はもうあとマスクは風邪の予防とかじゃなく風邪ひいてるとかじゃなくてちょっと声ががらっちゃうので保湿としてマスクしてますあとノーメイクなんで。 <laughs> すいませんまだ会ったこともはお話ししたこともないから何て呼べばいいかわからないですかなこれはちょっと文字化けしちゃってるえっ、ー、そんなもう好きなように呼んでくださいあの変なお名前とかは嫌やけどニックネームでもいいしセリちゃんでもいいしリーヌでもいいし。 いいんですよ、会ったことないからとかお話ししたことないからっていうのはいいんです自分の好きなように呼べばいいんです <laughs> 髪は染めないのえっとね今度また美容室行こうと思っててあのー、でも色はどうしようかなだって変えてもなー ちょっとは明るくするぐらいかなするとしても大体いいんかちょっと明るくするか戻すかって感じやもんね私の髪なんかめちゃめちゃ派手な色はあんまり似合わないと思う別に今が黒ってわけじゃないんだけどね今も茶色やし普通にあの地毛がほら黒になったことない真っ黒黒に。 もともと色素が薄いというか真っ黒じゃない髪の毛がピンクとかにしてみればいや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 ピンクはもういるから十分だよ <laughs> 渋滞しちゃう色のブルーブラックとかにしてほしいあー私ねでも本当に ブルー入れたくて髪の毛にあのめちゃめちゃ青とかじゃないけどそのなんかほんのり青っぽいみたいななんか前回ちょっと黒髪みたいになった時はブルー入れてもらってたんだよちょっとだけねでもまああんまり分かりづらかったとかほぼ黒だったから全部まあブリーチしないと多分色が入りにくいんだと思うやっぱり色派手な色とか 私ブリーチしてないからいつもピンクおりましたなっておるよピンクそうだから,だからみさきちゃんみたいなみるんちゃんみたいなあんなあの全部がブルーとかじゃなくてあのもうほんとになんか分かりにくい分かりにくいブルー よく見たらちょっとブルーあるかなぐらいのを毛先ぐらいだけ行きたい <laughs> おせりちゃんうどんさんくまのぬいぐるみありがくませりちゃんうどんさんくまのぬいぐるみありがとうそして立花勇斗さんくまのぬいぐるみありがくま 立のはやつさんクマの寝ぐるみありがとう <laughs> すごいこれめっちゃ便利 <laughs>。でも青とかってやっぱり一回全部ブリーチしてから色入れた方がめっちゃ綺麗に見えるからやっぱりちょっと私はブリーチはあんまりしたくないので。 迷い所まあいつかブリーチしたいなとは思うけどブリーチしてめっちゃ綺麗な色入れたいなって思うけど可愛い色ねミルクティーベージュみたいなミルクティー色を入れたい今はまだいいかな「おチャンネルさんクマのぬいぐるみ,あり,ぐるみありがとう!」。 なななんんんで今日こだろう <coughs> ブリーチっていうのはあの髪の毛の色を一回全部抜くあの金髪みたいになるやつをブリーチって言いますでそっからまた染めて色入れてでしたらめっちゃきれいに色が入るんですよねだけど私はそれをしてないのであんまりこう派手な色が入りにくい最初。 まあ入りやすい人もいるよ元からでもちは入りにくいと思ってる自分で。なんか髪の毛抜けちゃった痛た。正月に行き交はやらないのいやーちょっと集まれる時期じゃないのでね <laughs> そうそうブリーチをしないと綺麗にブリーチってめっちゃ痛いって聞いたけどあー痛いって思う人も いいるみたいですね、中にはマスク外して寝てたいや、今日はちゃんとしてた乾燥がねやっぱひどいんだと思うこのテーブルの上に置いててもさ普通に冷えてるってやばくない キキンキンに冷えとるんよもう冷蔵庫に入れんでも「ちゃかさんん熊のぬいぐるみ,あり,あ, <laughs> ぐるみありがとう」「お年玉あげたよ」「あのー、おちびちゃんたちにいとこの」 てりちゃんタンブラーじゃないんだそう私ね自分のタンブラー作ったほいいけど一回も使ってないまだ箱から開けてないそもそも <laughs> へいちゃんは乾燥肌乾燥しすぎて全体が痒くなるんだけど痒みを抑えるクリームとかなんかあるあっ私めっちゃ乾燥肌ですだからお風呂上がりとかめっちゃ乾燥するからまあ寒いけどお風呂上がってタオル巻いて出てくるじゃんそして まず最初に今お顔を保湿します化粧水と乳液ででえっと体はあのー、ハトムギのなんかボディークリームがあるんですよあれを全身に塗ってからパジャマ着ますだからちょっと冷えちゃうんだけど体が、まあ、急いでやればって感じ寒さに耐えれない人はあのー、あのー、何シャワーってか洗い終わるじゃんで体拭いた あとにもうお風呂の中にハトムーギのあのボディクリームを持ってきててそんなあのもう終わった後に塗ってから出たらもうあと顔保湿するだけだからそんな時間かかんないから寒くないと思ういやマジでねかあのー、何お腹周りも乾燥しちゃうからめっちゃあの粉吹いちゃうのよ塗らないと。 勝手にね痒くなっちゃうしね新しい子もいいけどシナモンとセリナにはまってますってえう、ー、嬉しいありがとうそうハトムギのボディクリームあの薬局に行ったらありますハトムギシリーズがいっぱいその中のボディクリームなんであの使ってみてくださいそんなに乾燥肌いや本当にみんなめっちゃ疑ってくるんやけどマジ乾燥肌。 11日,に11日の公演の当選メール来たおめでとう楽しみだね初今年初の公演「鬼滅の映画」は見に行ったうん見に行ったよえっと弟たちとお母さんと一緒に見に行った 泣いた <laughs> 週末また雪予報出てるけど気をつそう木曜日から明日明後日か今日火曜日だから明後日明後日から5日間ぐらい雪予報なのまあ曇りのち雪みたいな感じなんだけど怖いよねマイナス2度とかだよ咲いて。 最高もねめっちゃ低かったね寒いのほんとつらい「鬼滅の推しキャラ」そんなの聞かなくたってわかるでしょねずこだよねずこがいっちゃん好きあでも映画見て映画見てあのイノ之助かっこいいって思った まあ別に男の子のキャラ全員かっこいいんだけど全員いつもかっこいいかっこよかった雷の呼吸伊之助めっちゃ活躍してたよね映画かっこよかったね温泉は好きですかえめっちゃ好き温泉巡りしたいぐらい好き マジで温泉巡りしたいなんかお仕事でそういうのないかな温泉巡り <laughs> 部屋のお茶が凍るやマジで本当にねキンキンに冷えとるよ <coughs> どこの温泉行きたい、えー。どこ。露出ありだよって、そんななんか、真っ裸で入ることないんです。タオル巻くでしょ、さすがに。え、温泉はどこ行くのって、え、どこの温泉。とかはないけど。まあ、近場で言ったら、大分ですよね。 温泉温泉が有名なところどういうお仕事いやなんかあるやんそういうなんかこう旅行のさ番組みたいなエレベーターの中にせいちゃんの声を知らないえー、やめてよ恥ずかしい めっちゃ変な話してなかったかな大丈夫かなあ湯布院確かに湯布院いいかも行ったことない九州で温泉といえば別府えそうじゃない大分が有名なイメージだけどな私の中では。 あでもみんなそういった瞬間なんかもう入浴しにしか